おっぱいパンチ、おっぱいパンチ。どんな攻撃を弾きそうだな。どうこれ、こうセクハラ。おっぱい触るセクハラ。でもおっぱいって呼んでいいのそれ。分からへん、もうそんな可愛いもんじゃないようだけど。人殺せるもんだってそれだ。なんかドラゴンといいサイズっぽい。強そうだもん。おい。おい。装備がいいといいな。ちょっとこう皮を取っとかないと。うん、怖っ。他人の攻撃が一番怖いわこのゲーム。そう。余裕で死ねる。これ上から行かんといかんのじゃねえの。マジっすか。あ、なんところ？いや、この上。ああ。上から行かないと。登れないでしょ。回らなくちゃいけないってことですね。都心さんってか。でもあそこは人並み。一応全裸チェックしたんすか。いやほらでもそれはちょっと扱いきれませんって言われても悲しいからなと思って扱いきれない。そう、万人受けする感じにしといたわ。あれ俺迷っちゃった。あれ、あれ大丈夫かな。拠点に戻ってきてしまった。あれはどこまで戻ればいいかな。なんか湖みたいなところあるの分かりますかね。ちょっと森の中に。ですね。ここ抜けた先が多分繋がってます。これでも周りにもあるんだよね。そうなんですよね。まあどこ行くかは適当でもいいですし。私迷ったかなこれ。え？どこ行ったかな。戻りますよ。え、だってワニと俺3発ぐらいで殺せるはずなのにな。え、なんかめっちゃ飛んだから。何めっちゃ飛ばなかったよ。人めっちゃ飛んでったけど。そう、今何まだ何 NPC と戦ってたかな、もしかして。あ、なんかあそこ、あれ何紫の。ああ、あれなんか違うんじゃね。あ、やらないとですね。あ、行くよ。え、紫のやつ何。あ、なんだろう、戦おう。あれはこいつは違う。弓手だ、こいつは弓手だな。弓手だ、弓手だ。そのハンマー持ってるやつ気になる。あ、これ何こいつ。瀬戸の新刊。瀬戸の新刊。ちょっと瀬戸の新刊やらないと。とりあえず端から叩きまくった方がいいと思う。あ、死んだめっちゃ疲れた。ん、どれ新刊。紫のやつ。あ、紫のやつ死んでるね。死んでる。ああ、死んでんのかなこれ。あ、いや、意識不明だ。意識不明。やったあ、よし、したらそこであれするといいっすよ。はい、逃げとこう。え、これはせやな。これ別は装備拾ってきますね。お願いします。新刊こいますよ。オッケー。え、コーピーさん死んだら胸元に戻ったんだけど。そう、体おっぱい縮んだ。縮んだ、ほら。顔も元に戻ってるわ。あ、そうだ、死んだら元に戻るのかこれ。瀬戸の新刊か、いいね、うん。あ、俺ハゲツ持ってきてね、忘れば。あ、上にもあるな。てか、そこ、それ家なの。あ、そうか、そこはあれか。そうだ、行こうって言ってた場所ですね。そこやばいっすね。今どうで新刊置いてきますわ。はい、僕も見ておいてこよ。じゃあ待ってよ。すげえ、カンカンカンとか音が聞こえる。マジっすか、行きたいっすね、そこ。いや、すげえ、鍛冶屋の音が聞こえる。早く往復して。ちょっと鋼持ってきてほしい。鋼と皮。オッケー、鋼と皮。あ、引きずってたのなくなっちゃった。あ、両手向き持つと離せそう。そう、離しちゃったの。あれか、新刊は何がいいんですかね。何のための新刊なんですか。とりあえず祭壇に配置できる。ああ、
祭壇の生産速度が速くなんすかね。なのかな、わからんけど。よくわかんないですね。あれ、もういらないっすか。うん、もういらへん。誰かの装備持ってんな、これ。じゃあ他の人のどこで拾ったやつだろ。わかんないな。頭つけたらかわ。鋼とか落としますよ。あ、ありがとう。あ、鋼いらない。あ、オッケー、落としちゃった。なんかもう顔面埋まってますね。やばいね、これな。オッケーっすか。オッケー、行こうか。はい、早く行かんと。おい、ちょちょちょ、こっちだったよな、どこやった。ほんまに合ってる。そうです、合ってる合ってる。俺が道間違えた。合ってます。そっち合ってますね。合ってます、合ってます。で、ここのなんかこっちやで。そうです。ああ、はいはい。写真さん、あ、いた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 。でかこれ、ね、拠点多いっすね。多い。鋼とかはちょうだい。はい。あ、僕落としましょうか、じゃあ。ん、いいよ、落とすよ。はい、あ、落としちゃった。ちょっと自分もいただきます。オッケー、ちょっと待ってね、鋼。はい、はい、どうぞ。ここら辺の当たり判定変だな。こっちから入れるわ。はい。たら厳選、他の、いける。うん、そうですか。はい、っすよ、オッケーです。よっしゃ、俺ら過去せよ、お前ら。もうめっちゃ踊ってるぞ、向こうで。でもあれは踊り手じゃないんだろうな。なんかハンマーみたいな。これあれやな。あ、戦士さんか。踊り手？踊り手、踊り手。踊り手めっちゃいる。そう、踊り手だけ。めっちゃいる。あ、踊り手。でもさ、これさ、厳選してられんくない？踊り手や。あれないっすね。選べない。先生こう。クシュ人って誰？え？とりあえず武器持ってるの敵だな。そうそうそう、それやらんと。主人ってだけが。ヘイトめっちゃ稼いでんな、俺。あ、踊り手。あ、これは誰？あ、ユミか。あ、踊り手殺しちゃった。てへぺろ。殺しちゃった。難しい。ちょっとなかなか。まあ、ドン前って感じ。誰誰？クシュ人ってしかネームがないやつがいるんですけど。本当だ。なんでだ？あ、よし。来た。踊り手がおらんかな。カンカンしてるのはどれや。おらー、痛い。言ってないね。痛い。無理そない。3レベルの戦士か。3レベル欲しいですね、ちょっと。殺しちゃった。俺も殺戮を楽しんでます。あ、ちょっと、あ、火事やがおった。よし、どれや。あんた違うわいな、これ。あ、なめし職、ないらねえな。あ、やべえ、弓手の3だ。弓手の3はいるな。ちょ、痛い。死んだ、これは。気絶しろ。よし。下にもいるじゃん。なんか。すごいことになってんな。でもここ踊れていますね。うん、いった、倒された。え、大丈夫ですか。ああ、これなんだろう。1か、いらねえな。1はいらねえな。全部殺しきった。殺しちゃった。まだいる。下にいる。あ、鍛冶屋でもいらんか、別に。うわぁ、これハンマーよ。入ってんだ。ハンマーよ。ハンマーにはめられてる。あ、下にめっちゃいるんすね。まだ。下にいる。ちょ。鎧職人とかいる？1レベルなんだけど。回復しな、回復。どこだ？上にね、何人かおるんです。あ、ソテさん大丈夫っすよ。ああ、下にもめっちゃいるよ。それ下にめっちゃいる。ちょ、あれ、他の人のとこ行った方がいい。やばい、めっちゃ来た。
写真さんどこにいんだ。下。え、もう行ったんすか。いや、まだ降りてないけど。ああ、ここか。いたいた。うん、ばんは。いいな、ここ。僕も降りれるとこいます。ほんと？はい。行く？あれ、他の二人は。はい、あるよ。オッケーっすね。とりあえず置いていこうかな、これ。うん、そうだね。置いてきな。うん。このご主人って何なんだ？弓1。戦士さん、戦士さんいる？戦士さん欲しいな。うん。戦士さん強い。いった。はめられた。どうしたんだ、ほら。戦士さん、ほら、ほらほら、袋叩きじゃ。気絶してくれ。あ、いた？よし。気絶した。これ誰か持ってった方がいい。私持つ。お願いします。まだ置かんの？終わりか。終わり。終わりだな。はまりそうだわ、降りた多分。終わりっすね、じゃあ。そうだね。ちょっと剥ぎ取っていきます。はーい、ついてきてるかな。これいねえかな。ここすげえな。ここめっちゃいいじゃん。ここめっちゃいいっすね。ここに拠点立てたいわ。どいても行ったし。あ、そうっすね。拠点立てましょう。拠点立てたら湧かなくなるの。どうなってんすかね。うん、とりあえずだけちょっと近すぎず遠すぎずみたいな感じ。でもここ結構広大な土地があるからあれだよね。そうですね。ちょっと離れても良さそうですよね。まあもうちょっと遠くでも。村作りしては村作り。うん、したい。とりあえずだから、なんだっけ、奴隷にできる台だけ置いといても良さそうです、ね。ああ、そう。アイテム化させとけば。確かにね。はい。これも寝てんのか？これも寝てるか。まあ1だからもう。あ、そっか。じゃあいい。あ、持ってこうか、俺じゃあ。あ、持ってってもいいんじゃないですか。うん、こいつ？ほんとだ。どっから帰るんだ。あ、ここか。シュールだわ、ほんと。みんなで連れて帰る。みんなで引っ張ってるわ。ま、前にもなんかありますもんね。うん、そこにもあるもんね。ただ踊り手が手に入んなかったのがあるつで、死んじゃった。殺しちゃったから。ビシビシ叩いちゃった。まあしょうがねえ、あの混戦は。でも、うん、どうしようもできん。バッドエンプティーになったやつ全部取っといた方がいいっすよ、もう。そうやね、うん、邪魔やね。よし、戦士できた。駆主人。これを移動する。駆主人、何なのか分かんないですよね。駆主人、なんだろうね。オケね。子孫残しそうっすよね、なんか。あ、そういうこと？表示的に。どうなんだ。弓手さん強そうだわ。でもどこに置けばいいのかがわからない。あっちか。あ、配置したの？あ、いるじゃん。ほんとだ。黒いな、こいつ。これ配置したら何なんだろうな、ほんとに。ねえ、何になるんですかね。うん。あんまり黒い。神とそのメダル作るのが早くなるだけ。うん、か作れるのが新刊だけと思うんですけど、あんま変わんないのか。じゃあ、あ、必要性がないのか。いや、将来的にその巨人とか呼び出したりするのに。ああ、なるほどなるほど。ちょっと調べておきますか、また。洞窟攻略になるとやっぱ呪いが尺ですよね。そうね。アイテム化した踊り手をいっぱい持っていかないといけないのか。縁がありますと、核変かな。アップグレードしないと。